皆様こんにちは、東京都知事の舛添要一でございます。本日はインベスト東京セミナーにようこそお越しくださいました。セミナーの開会にあたりまして、皆様に一言ご挨拶申し上げます。ある民間の研究機関が毎年発表しております世界の都市ランキングによりますと、東京は残念ながら1位のロンドン、2位のニューヨーク、3位のパリに次ぐ世界第4位の地位に甘んじております。しかし私は6年後のオリンピック・パラリンピックを目標にしまして、東京を世界一の都市に引き上げたいと考えております。日本の首都東京は我が国の成長と発展の起点たるべき存在でありまして、必ずや日本のみならず世界の大都市のモデルになると確信しております。この観点から、これまでの海外からの投資を呼び込み、東京の経済活力を高め、日本全体を力強く牽引していくため、規制緩和の実現、インセンティブの充実、災害に強いオフィスビルの提供など、さまざまな取り組みを通じまして、外国企業の誘致に取り組んでまいりました。この結果、昨年度は業務統括拠点や研究開発拠点を設ける外国企業が10社というこの誘致目標に対しまして、実に11社の誘致につながったところでございます。そうした中、先般、東京都は国家戦略特区の一つに指定されました。私はこれに先立つ記者会見で、東京発グローバルイノベーション特区という形で、さまざまな提案を行ったところであります。今後、世界に開かれたグローバルビジネス都市、東京の創造を目指しまして、新たなプロジェクトに着手したいと考えております。具体的には、まず国際的ビジネス環境の整備であります。外国企業の皆様がスピーディーな法人設立を行えるよう、英語によるワンストップでの申請受付や、在留資格取得手続きの簡素化を図っていきたいと考えております。また、雇用労働相談センターにおきまして、外国企業の皆様に対し、雇用や労働に関する情報提供や助言を行い、相談に応じてまいります。さらに、柔軟な容積率緩和により、民間主体の都市開発プロジェクトを誘導し、外国企業が活動しやすいビジネス空間を作り出したいと考えております。厚生労働大臣を務めました私の経験を生かしまして、医薬品や医療機器の開発や治験の効率化、迅速化を支援するビジネスプラットフォーム作りや、ジェネリック医薬品の審査期間短縮のための東京都独自の審査承認機関の設立など、医療創薬イノベーションの拠点形成にも取り組みたいと考えております。また金融につきましても、国家戦略特区の中で取り組んでいきたいと思っております。近いうちに民間の方々からヒアリングを実施しまして、都としての取り組みを検討してまいります。さらに国際都市、東京にふさわしい国内外の人々を引きつけるパリのシャンゼリゼ大通りのようなにぎわいの空間の創出や、グローバルな医療環境や教育環境整備等を通じて、おもてなしの国際都市づくりも進めていきたいと考えております。これらの取り組みを通じまして、東京を世界中の企業の皆様にとって、さらに魅力的なビジネスイノベーション拠点への大改造につなげてまいります。本日のセミナーにおきましては、誘致企業の皆様に東京の魅力や特区で受けた支援などについて語っていただくとともに、国や東京都が外国企業の皆様に提供いたします支援内容につきまして、詳しくご紹介させていただきます。東京進出のご検討にあたりまして、ぜひともご参考にしていただければと思います。最後になりますが、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、生まれ変わる東京に数多くの外国企業の皆様をお迎えできることを心から楽しみにいたしております。本日は誠にありがとうございました。